2023年11月13日、民間の非営利団体アメリカ海軍研究所、アメリカ海軍研究所、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・リサーチ・ラボラトリーから発表がありました。日本最大級の軍艦が、2024年に F-35B ライトニング2戦闘機運用のため、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航するというものでした。今回の話題は、護衛艦加賀の F-35B 認証試験についてです。アメリカ海軍研究所が言う日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲加賀護衛艦のことです。2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板形状がグレードアップされ、必要な改修をした状態で、試験航海中ということです。日本側の視察団、海上自衛官と航空自衛官によって構成は、2023年10月末、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところとされます。アメリカ海軍研究所によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験中の同じ海域で、空母化改修された出雲加賀護衛艦が F-35B 運用に関する各種試験を実施しようとしていると推理しています。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海自保有の出雲加賀護衛艦2隻の空母化を着々と進めていました。同時に垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたのです。現時点で F-35B 戦闘機については約42機の導入を予定していますが、運用するための飛行隊を航空自衛隊に新たに編成し、宮崎県新富町の新田原ニュータバル基地に配置することもすでに公表しています。九州に配置するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に最速で対応することを目的にしているだけでなく、台湾有事も視野に入れていると考えられますね。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸で各種テストを受けていますが、その中では無人航空機試験やアメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、同様のテストを海上自衛隊の出雲加賀護衛艦でも実施する可能性もあるのではと見る向きも多いようです。ここでプリンス・オブ・ウェールズについて紹介します。姉妹艦であるクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になるはずの艦です。こちらが女王の名を持つ一方、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子の意味ですから、親子というわけでしょう。F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載可能な空母なのです。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドなどの4カ所の地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される予定です。最終組み立ては、スコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックで行うことになっていて、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事が行われました。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうため、イギリスのポーツマスを出港しました。ところが事件が起こったのです。出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたのです。この事故によって演習航海は中止、皇太子に代わって女王が9月8日に出航しました。これによってウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったのです。この損傷について英国放送協会 BBC 曰く、アメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかったのですが、全く笑えない冗談として怒った人もいたそうです。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理をしましたが、実際には、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なフェイク情報もあったため、ベン・ウォーレス国防大臣は、一時的な応急処置であると釈明する羽目になったそうです。一方、軽空母への改修が完了した護衛艦加賀は、2023年11月17日に呉基地へ無事帰還しました。長期間の改修工事を経て、母港へ戻ったことになるわけですが、実は、
旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日でした。これをもって同じ日になったのは運命的なものだと感じる向きも多いのだとか。アメリカ東海岸での試験に派遣されるのが空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかとの噂もあります。加賀の空母としての機能をアメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用してチェックすることが目的ではないかと推測されています。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加え、艦隊内の本格的な改装はまだ構想段階で、既存の F-35 キャリアを参考にして課題をチェックした後に、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされているので、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかるのは仕方のないことでしょう。日本への F-35B の配備も来年度以降と見られています。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量とは、船そのものの重さを意味するだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となりますが、教習揚陸艦の場合、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれています。上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住区が必要ですし、装備には、戦車やトラックなど大型のものも含まれているので、車両庫等のスペースも確保する必要があるのです。言うまでもなく、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。護衛艦加賀の空母化改装は終わりましたが、艦載機である F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成も、これからやっと始まると言っても過言ではないのです。こういった過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力としては、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは、全く比較にはなりません。使用方法として最有力なのは、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだという意見があるようです。さてプリンスオブウェールズです。9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたのは、2023年7月21日のことでした。帰路の途中、7月29日のプリンスオブウェールズ公式 X に投稿がありました。飛行甲板が使用再開されましたというもので、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともにアップされていたのです。2日後の7月31日、飛行甲板再開に際して、再び投稿がありました。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですといった内容でした。映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックがドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化したものと話題になったそうです。余裕がありますね。こういったユーモアある投稿を受け、心温まるコメントが寄せられていました。あなた、プリンス・オブ・ウェールズがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといったものでした。いずれにしても、今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、仮に台湾有事が起きたとしたら、大活躍すると期待する人もいるようです。